皆さんこんにちは、レッスン講師の根本です。本日は前立腺音波講座で一発で合格された方をお呼びしました。では、紹介お願いします。はい、令和3年度に一発合格しました、エイジと申します。仮名でお願いいたします。よろしくお願いします。では、エイジさん、まずそもそも司法書士を目指した理由、その受験開始前の状況も含めて教えていただけますか。もともと前職で担当していた業務の中で会社の定款を見たりだとか、あと役員変更手続きとかを調べたりする機会があって、でその時に会社法に触れたところから、一応法律に興味を持って、で、そこから司法書士っていう資格も知ったんですけども、法律を使って専門的に仕事をするっていうような、司法書士の資格がいいなと思ったのと、あとは自分のキャリアアップの中で、資格取っておきたいなと思ってたこともあったんで、仕事を辞めて司法書士の資格を勉強しようっていうふうに思いました。なるほど、わかりました。はい、ありがとうございます。では次に、レックを選んだ理由は何だったんでしょうか。はい、もともと勉強のペースを作りやすくしようと思ったんで、通学クラスがあるところを探してたんですけども、レックの方は、同時中継で、通学できる講座があって、でかつ自宅から通える距離にあったので、レックを選びました。はい、私のやってる前立腺音波講座を渋谷駅前本校で収録しています。でその収録と全く同じタイミングで全国レックの各地の本校で同時放映してます。でそちらを京都本校で受けられたという状況でした。はい、ちなみに通信じゃなくてやっぱり同時放映選んだのっていうのはやっぱりスケジュールのもんでしょうか。そうです、家で勉強できないっていうのが自分でも分かってたので、やっぱり強制的に通ってやる方が自分の勉強ベースを作りやすいなということで、通学を選びました。なるほど。ではご自身がある一発で受かった秘訣って何だと思いますか。やっぱり先生に言われたことを素直に聞いて、それをコツコツ積み上げることかなと思います。やっぱり長期間勉強しないといけないので、今やってる勉強がこれでいいのかとか、この時期に何をやったらいいのかっていうのがすごい迷う部分があったんですけど、その時に先生がこの時期はこれをやるといいよっていうふうに示してくださったのもあって、それでやっぱり安心して、あ、今はこの勉強をしといたらいいんだっていうことで、逆に安心した分集中できたっていうところが、合格につながったのかなと思います。なるほど。ちょっと話がずれるんですけど、学習してて一番辛かったのってどういう時でした。辛かったのは、最初はインプット講義の時は本当に最初の最初は週3、2コマで、1日おきに復習しないといけないっていうので、なかなか始めたては、その勉強のペースについていくっていうのが大変だったのと、あと年明けからインプット講義が終わって、次復習とアウトプットに入っていくっていうところで、そこからちょっと通信に変わったんで、そこでやっぱり自分のペースで作って勉強計画を進めていかないといけないっていうのがあって、そこがちょっと辛かったなっていうのがあります。レックを選んで良かった点って何かありますか。やっぱり根本先生の講義を受けられたことだった。ありがとうございます。いい発見です。ちなみにもちろんそのカリキュラムもあると思うんですけど、多分いろんな予備校さんを見て、私いろんな講師の方もいたと思うんですけど、私を選んだ一番のなんかあり理由って何かありますかね。そうですね、通学で、専業でっていうふうにもともと最初から決めてたのもあって、やっぱりインプットの講義が充実しているっていうふうにだったんですけど、結果的に先生の授業すごい初学者でもすごい寸劇とかが混じってて分かりやすかったっていうのもありますし、あとは一番は私京都校だったので、東京と距離的に離れてたんですけど、先生に質問した時電話とか教えてチューター制度とかいろいろ使わせていただいたんですけど、その時に先生がすごいスピーディーに丁寧に対応してくださったので、そこが本当に一番良かったなって思ってます。言ってくれてありがとうございます。それ嬉しいところです。同時中継先のところで、その日のうちに電話で相談するという形で、生クラスとあんまり遜色ない質問対応しています。
でまたオンライン制度を使って質問をするとできるだけその日か次の日には回答するように心がけています。でできるだけもう生クラスの受講生があんまり遜色ないような質問体制を作っているつもりです。ああよかったよかった。でまたいろいろ成績相談とかしてもらったので、はい、結構私も把握できて、あこういうことここが足りないんだとかいうのできたんで、あれも良かったなと思いますね。そうですね、なんか不安があったら全部もう先生に言わというふうに思ってたので、うん、すごい心の安定的にも助かりました、うん、そうですよね、はい、これしたらどうですかとかありますもんね、はい、で、いやそっちよりこっちやった方がいいよとか言いますしですね、はいうん、なんでそのあたりのコミュニケーションが本当によくできるカリキュラムというかそういう仕組みになってて私も嬉しいなと思っているところです、はいうん、ちなみに何かいいこう教材でなんか印象に残ってる教材ってあります？印象に残ってるのは、うん年明けからの、過去問のコンプリート講座っていうのがあって、うん、過去問をやって先生が解説するっていうのがあって、うん、それがすごく表がまとまってたので、うんまあ、テキストでもやってたんですけど、うん、まとまってる表がすごい覚えやすかったんで、うん隙間時間、通学とかの時のバスに乗ってる間とかにこういうのを読んで、うん、結構これで頭に入れられたのかな。ちょっとだけ画面を映して大丈夫ですか、はい、こんな感じです。じゃあこういうのじゃあちっちゃい時間で見てたって感じですね。あとテキストも結構使い込んだ。テキストは使い、うんはいまあうん、読み込みは何回かやって、うんこれこの付箋が先生が常識っていうか、うん、ブートのおっしゃってたのを、こうやってずっと貼ってたんですけど、あとは講義中のメモと、あと当連とかの解説で、新しく得た知識とかも書き込んだりしてて、全然色分けないので、なんかまた見せてもらっていいですか、ちょっと危なく、はいこんな感じで講義中に覚えなきゃいけないっていう表については常識にしなさいというふうに言ってます。でそのところで多分付箋かなんか貼っていて、でそこで覚えるということをしたっぷりですね。ちなみに勉強って覚える方が多かった、それとも解く方が多かったですか？そうです半々ぐらい、時期によるんですけど、インプット期間は、先生が指定してくださった過去問をやるようにしていて、でまあ、なのでテキストと過去問半々ぐらいだったんですけど、もう直前期とかは大体過去問ほぼ過去問で2時間ぐらい、まあ、苦手科目のテキストの読み込みとかいうふうな形でやってました、結構解きましたよね、問題ね。そうですね、1日100問そうそう行きましたよね。やったんでまあ、とりあえず100問はやろうということで、出ました。年明けどういう勉強すればいいのかっていう指示をしてるんですよ。でそれで1日100問解きましょうと、で初め聞くともう絶対その無理だって思うんですけど、だんだん1日100問どころか大体半日100問ぐらいとかいくんですよね。うまくいくもんなんですよ。ではこれから司法書士を使ったらいいのか、ちょっとメッセージをいただければ。司法書士はやっぱり勉強時間がどうしても長くなると思うので、それなりに辛いこととかあるんですけども、まあ、法律知識を生かして、まあ、いろんな仕事ができる、まあ、魅力的な資格だと思うので、あと初学者でもコツコツ積み上げれば合格できる資格だと思いますので、これから目指される方は頑張ってください。ありがとうございました。ちなみにこの先はやっぱいきなり独立ですか？いや勤務したいなと考えてます。なるほど、では次は独立したところでまた講演会の方お願いします。ではどうもこれで終わりにしたいと思います。皆さんどうもありがとうございました。